NPO 法人親子劇場松江センターで代表をしております中島です。この度は全国大賞に、選んでいただきまして大変光栄に思っております。ありがとうございます。私たちのこの劇場っ子祭りですが、今年で39回を迎えるお祭りになっています。39回を迎えるにあたりたくさんその祭りに関わってきてくださった方がいらっしゃいます。その方々に助けていただきながら今年も39回を迎えることになります。その皆様にも合わせて感謝を述べさせていただきたいと思います。私たちの劇場っ子祭りですが、子どもたちがドンケンというその祭りで使える通貨を使って自由にお買い物をするというお祭りです。小さい子どもたちが自分の意思でお買い物をするというところに子どもたちの心が育つ、豊かさが育つということをテーマにやっておりますけれども、その子どもたちが成長し中学生、高校生、大学生、そして親になったときに見えてくる景色が違ってくる、そういったそのお祭りに関わるすべての人が幸せな気持ちになる、豊かになるというところがこの劇場っ子祭りが長く続いてきているところだと思っております。そしてこの39回を迎えるにあたり、昨年度からコロナ禍というところで日本中、世界中が大変な思いをしていますけれども、そういった困難がその40年弱の中で私たちの祭りを開催するにあたってもいろんな困難があったと思っております。ありました。それがやはりその都度その都度、柔軟に今できる形で、開催していこう、そして、機動性を持ってやっていけているというところはやはり当団体の市民活動の力で実現できているのではないかと思っています。今年もコロナ禍ですけれども、できる形で工夫をしながらやっていきたいと思っております。たくさんの子どもたち、そして大人たちが笑顔になれる活動をこれからも続けていきたいと思っております。ありがとうございました。